ロシア将来航空母艦は、ロシア海軍が建造を計画している航空母艦。2030年頃の収益が見込まれている。ソビエト連邦崩壊による軍事予算の激減により、ロシア海軍の艦艇稼働率は大きく低下、唯一残った空母アドミラルクズネツオフもまともに稼働できない状態だった。しかし、2000年に成立したプーチン政権は、 海洋権益を守る力を重要し、ロシア経済の回復により、本格的に予算が割り当てられ、再建への一定の目処がついた。そんな中、2000年代後半より新航空母艦の建造とそれによる機動部隊の設立を計画する意見が海軍や政界に現れ始め、2007年に新空母のコンセプトの検討作業が始まった。 建造費は1000億から3000億ルーブルと見積もられており、最終設計決定は2020年以降、予定、2024年頃に建造を開始、2030年の収益が見込まれる。新空母は3種類の規模で、原子力推進型と通常動力型が検討されており、排水量ごとに以下のようになる。旧来の重航空巡洋艦のような対艦ミサイル。 等の重武装は装備せず、純粋な航空母艦として設計される。また、カタパルトを採用する場合は、ソビエト連邦時代に、クリミア半島の艦上機訓練施設、ニートカに設置した蒸気カタパルト、マヤークではなく、新開発の電磁式カタパルトを採用する。艦載機は、アドミラルクズネッツオフで運用している機体の他に、ロシア空軍向けに、スホーイで開発中の、 第5世代戦闘機スマイナス57の関西仕様や新規開発の VS トール機が予定されており、早期警戒機もかマイナス31、早期警戒ヘリコプターから固定翼駅となる予定である。MAX-2017 にて国防次官ユーリー・ボリソフは新たな航空巡洋艦の搭載機として新世代 VS トール機の開発が検討されていると発表。 続いて、海軍航空隊司令官、イーゴリ・コジンは V、エストール機の開発が2018から2025年の軍備プログラムで行われると述べた。開発はヤコブレフが担当、開発中予されたラインを使用するとしている。この機体が採用される場合、搭載空母は、かつてのキエフ級のような V、エストール系空母になる可能性が高い。2018年4月5日、 見るプレスフラットのインタビューに対し、クリーモフ設計局の設計主任、ユーリー・シモチンは、ロシア海軍向けの新型 V、エストール機は、スマイナス57のイスデリー30エンジンのガス、発生機をベースにした新型エンジンを、搭載予定と述べた。2018年8月24日、インテルファクス通信のインタビューに対し、統一航空機製造会社の副総裁、設計主任、 セルゲイ・コロトコフはプロトタイプを含めた V ・エストール機に関する複数の作業をすでに開始している。ロシアで唯一の V ・エストール機の設計技術を有するヤコブレフの科学技術は現在でも最高水準にあると我々は考えている。と述べた。2019年現在、設計局より数種の設計案が公開されている。サンクトペテルブルクの企業が設計した ロシア発の原子力空母コンセプト。当初案ではインドに売却するビクラマーディティアをベースに原子力化した空母が想定されており、排水量4万トンから5万トンのストバー空母としていた。後に計画は拡大、最終的にソビエト連邦時代のウリアノフスク級をベースにスキージャンプやグラニート対艦ミサイル用の VLS を排して、 フラットになった艦首とアングルドデッキに合計3畳の蒸気型パルトを装備するした排水量5万から6万トンのカッタバー空母案が提出された。2012年に海軍から時代遅れの艦だと被採用を受け、以降はソ連時代に空母設計実績のあるクルイロフ国立研究所とネバワ計画設計局が新たな空母の設計を開始した。 クルイロフ国立研究所が設計し、イムズマイナス -2013 でモデルを公開、続くイムズマイナス -2015 で詳細が発表された重航空母艦タイプの多目的コンセプト、コード名、シトルム。排水量9万から10万トン、全長330メートル、幅40メートルと、アメリカ海軍のジェラルド・アルフォード級航空母艦に匹敵する巨艦であり、 技術的挑戦も多く、電磁式カタパルトやツインアイランドといった先進技術やアングルドデッキにも装備されたスキージャンプ等を持つ。ウリアノフスク級では、艦首とアングルドデッキでスキージャンプとカタパルトを個別に装備していたが、本コンセプトでは電磁式カタパルトとスキージャンプは直列に配置されている。 主機関は通常動力としているが原子力推進への感想も可能である。採用された場合はコンセプトをもとに船舶の設計に詳しいネフスコイエ計画設計局が再設計することになる。軍事博覧会アルミヤ -2018 にてクリロフ国立科学研究センターが公開した通常動力の経過目的航空母艦の概念モデル。 名目上は輸出用だが、国内発注も考慮している。小さい排水量で重航空母艦のような広い飛行甲板の実現をコンセプトとする。一部メディアでは、シュトルム・ケムと呼んでいる。艦型は、ステルス性を配慮して、アメリカのフォード級のようにアイランドを除く大部分が左右対称に配置されている。発着艦は、ストバー方式。2機あるエレベーターは、 完備のもの以外は、インボード式となっている。スペックは満載排水量44000トン、全長304メートル、全幅78メートル、ガスター便機関出力11万馬力、搭載機46機と、現行のアドミラルクズネッツオフから大きく排水量を下げるが、航空機運用能力はほぼ維持される。これを実現するために主戦隊には、半固まらんだが、 途中から完備にかけて、固まらんとなっており、ちょうど人の字のようになっている。この上に、環状構造物の格納庫や飛行甲板を置くことで、広いペイロードが確保されるを採用しており、水中抵抗の低減や動力への要求値の低下につながっている。関西機は重戦闘機、軽戦闘機、スキージャンプ発艦可能な、電波一特定巡視航空機、 各種ヘリコプターが設定されている。アルミア -2019 にて、クリロフ国立研究センターが公開した、中航空母艦の設計概念。蒸気のシュトルムとシュトルムケムを足して割ったような設計となっており、詳細は、イムズ -2019 で公開するとしている。満載排水量は7 6六千トン。主機を原子力として、ホキニガスタービムエンジンを備える。 発艦方式は、電磁カタパルトとスキージャンプの複合で、パイロットへの過負荷を通じいまでに低減。セミカタマラン戦隊の採用により、シュトルムより多い搭載機100機を実現する。戦闘力は、ニミッツ急航空母艦に迫るとしている。ネバガー計画設計局が設計、イムズ -2019 で公開した、重航空母艦の概念設計。コード名、ラマンチーン。 プロジェクト1143.7ウリアノフスク9をベースに設計されており、排水量8万から9万トン、全長350メートル、全幅41メートル、喫水12メートル、原子力推進。艦首にスキージャンプ、アングルドデッキにカタパルト2乗を装備するが、カタパルトは蒸気式から電磁式に変更されている。 乗組員は2800名、航空要員800名。就航期間は50年以上。防空ミサイルとして、パーンチリエ m やリドートが装備される。関西機は重戦闘機及び軽戦闘機、関西ヘリコプター、遠距離電波位置測定探知航空機を含む60機。さらに10機の無人機の搭載が予定されている。当初、動力に関しては、 各排水量ごとに通常推進と原子力推進の2つのタイプが検討されていたが、ロシア海軍の要求により、2015年には原子力推進を採用することで確定した。搭載原子炉は2016年に浸水した原子力採氷船2代目アルクティカ搭載の小型モジュールロ RITM-200 内紙原子力採氷船。 LK-110 ヤー級原子力再氷船に搭載予定の RITM-200 系列の改良発展型原子炉 RITM-400 が有力視されている。ただし、v ストールの新規開発により空母への要求が下がっていることや流体動力学の発展から研究センターでは輸出用空母や軽空母であればフリーゲート艦に採用されている。 カスタービンエンジン M90FR などを複数積むことで必要出力を達成できると提案している。ソビート連邦崩壊により、それまで空母を建造してきた国会造船工場は独立したウクライナに接収されてしまった。このため、ロシアは空母の建造能力も失っており、唯一保有する空母、アドミラル、クズネツォフのメンテナンスも ムルマンスクの大型浮きドック PD-50 で行っている状態である。現在、ロシアでは国内造船所の近代化、拡張工事を進めており、フランスからミストラル級強襲揚陸艦購入の対価として、大型艦のブロック広報技術の再習得や、インドへ売却する退役したストブル空母キエフ級、バクーオストバー空母、ビクラマーディティアへ大改装するなど、 造船技術の向上に努めている。将来、空母を建造できる造船所の候補として、セベロドビンスクのセブマシュやサンクトペテルブルクのバルチック造船所とセベルナや造船所が上がっている。また、2014年クリミア危機で、ウクライナからロシアへクリミア半島が編入したことで、世界最大クラスの艦ドックは保有するケルチのザリフ造船工場もロシア所有となっており、 有力候補となった。ありがとうございます。